ばんは。あ、さっとつったつながりこんました。ばんはーい、は今日は久しぶりの、はい、ライブです。お願いします。早速ありがとうございます。ありがとうございます。続々と見てくださって嬉しい。嬉しいですね。はい。今日は本当久しぶりのね、うん、3人のバイオリンの先生のインスタライブ。そうですね。はい、で、今日のゲストは、結構久しぶり。もうね、3ヶ月、今年入ってもしかしたら初めてかもしれないですね。そう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 、こんばんは。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、今日はね、早速今日の、ね、ゲストは大阪府東大阪市でつぼみバイオリン教室を主催されている山之内優子先生と、バイオリン指導法オンライン講座を運営されている河合紗友子先生をお招きして、私、大阪府吹田市で音楽教室を運営してます、黒田由美がお届けします。ということで今日はね、そう、早速ね、山之内先生、優子先生、はじめましてっていう、ね、方もいらっしゃると思うので、自己紹介をお願いします。はい、はい、私、山之内と申します。東大阪市で、もう長いこと、もう20年ちょっとかな、もうちょっとかな、バイオリン教室やってるんですけれども、今日は、いいですか、先生、早速。もうどうぞ、早速、今日は素晴らしい、このね、上にオーケストラと共演ってあるんですけど。このオーケストラと共演って、なんか、インスタでもご存知の方、いてくださってるかもわかんないんですけれども、ちょっとこの件について、先生方とお話ししようと思って。うんうん、はい、うん、ありがとうございます。すごく興味があります。ありがとうございます。はい、すごい、すごい、うん、楽しみにしてます。では、河合紗友子先生も自己紹介お願いします。はい、皆さんこんばんは、河合紗友子です。バイオリン指導法講座を、主催しています。黒田さんも山之内さんも私の指導法講座を修了してくださった修了生でもありますね。はい、次が、第10期4月10日スタートの第10期、今募集中です。まだ残席ありますので、これ見てらっしゃるバイオリンの先生、ちょっとこういろいろね、不安なこととかあるんですよ。指導している上でね、どうしたらいいのかしらっていうこともあったりすると思うんです。そういったこともね、講座の中でどんどん答えていきますので、ぜひ募集してますんで、参加していただけたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ではね、早速、はい、今日ね、なんとこの5月18日土曜日夕方5時から東大阪でね、バッハのメネットとかね、ザイツとかビバルディって言ったね、曲でオーケストラとね、共演ができるっていう企画を、素晴らしい企画をされた山之内優子先生のからいろいろちょっとお話を伺いたいと思います。お願いします。はい。はい。では、まずですね、詳しい日程、参加方法はあるんですけれども、このソリストっていうのがね、はい、動画オーディションっていうので選ばれるっていうことなんです。けれども、はい、結構ね、ソリストに選ばれるのはなんかハードル高そうと思って、ね、そうです、うん、なんかコンクールとかね、はい、1位っていう感じでこう何人も応募した中の1人だけかなとか、はい、この曲、はい、なんかたくさんね、モーツァルトとか選べるんですか、うん、ビバルディ、バッハ、はい、この中のもしかしてソリストとして選ばれるのは2曲ぐらいかなとか、なんかいろいろ考えてしまってるんですけど、うん、一応、はい、どうぞ、すいません。どんな感じで動画を出したらいいのか、それともどういうふうに、それとあとどういうふうに選ばれるのかっていうのも少し教えていただければと思います。はい、はい、曲は、2人だけとかじゃなくてですね、応募してくださった曲はもう全部と思ってるんですけれども、メヌエットとか、ちっちゃいって言ったら失礼ですけれども、曲は、1人ずつっていうのはちょっともったいないかなと思って、1分ちょっとですよね、これ全部弾いて、うんうんうん、だし、ちっちゃい、まだバイオリン習ってまだね、1年2年の人たちにこう舞台に立つっていう発表会とかでもまあ楽しいと思うんですけど、うんうん、オーケストラと共演するってこんなに楽しいんだっていうのを味わってもらいたいので、もしかしたら 2,3 人ずつは、うんうん、もう選ばせていただこうかなと思ってます、うん、ちょっと財津とかをどうするかがまだちょっと決めきれてないんですけど、財津、うん、もちょっと人気で、財津なんて本当にないですもんね、うんうん、オーケストラと弾くことってないです、うん、ないよね、2番ね、うん、2番と5番、うん、あ、そうなんです、うん、はい、鈴木の教本に載ってるものよね、うん、あ、そうですね、2番と5番ね、はい、うん、なので私自身がやっぱりちょっとコンクールに携わることが多くて、なかなか、まあ、私もこれは結局動画でオーディションさせていただくことにはなるんだけれども、うん、まあ本当に先生方もね、
経験おありかと思うんですけど、オーケストラと共演って本当にピカイチの人でもなかなか巡ってこないじゃないですか。音大で、本当首席で卒業される方でも、ね、なかなかないと思うので、まあ、弦楽オーケストラなんですけれども、私が今回するのは、ちょっと、そういう機会が、より多くのお子さんに経験していただけたらいいかなと思いまして。そう、でね、そうですはい。私が気になるのは、おそらくね、その提出する動画をどれぐらいのクオリティで出したらいいかってね、心配されると思うそうの。ですよほね。ら、きちっとオーディションって思ったらピアノ伴奏者がいてって思ってる可能性があると思うけど、いなくても大丈夫なのかしそのらね、ね。ご質問ちょっといただいてて、もうどうしてもご無理な方は、別にもうお一人だけで、もうお部屋で、自分のお部屋で 撮っていただく。でもこちらもわかるので、でも全然構わない。どっかホール借りなきゃとか、それでも全然いいので、いいとでてすも、ね。そうすると、気応募軽しやに。すいと思う。そうですね。バイオリンの先生な、ご自身が習っておられる先生のレッスンの時に撮っていただいたりとか、それもね、いいよね。そうですね。あと、動画、一応ね、4月15日が締め切りなんですけれども、お申し込みだけは別に先にしていただくこともできますので、そうなんだ。動画が仕上がってないとダメなんだっていうのはないので、で、それをちょっと4月15日締め切りで1週間以内にお返事はさせていただけるかなと思います。で、あとなんかね、ご質問いただいてたんですけど、この、練習日程はもう本当にここに書かれてる通り、前々日だけなので、5月16日だけなので、そんなになんか、こちらが指導させていただいたりとか、そういうことはできないんですけれども、オーケストラもそうですね、前々日だけ。なんで一こう、回集まっはてい、一回だけ練の練習。習っていうのが、やっぱりあんまりたくさん日程を取れないよ練習ね。日程増やすと、参加が難しくなる方の方が多いかなと思ったのと、そうですね、まあ、ちょっと発表会的な感じで楽しんでもらえたら。合奏はね、なんかうちの教室の生徒さんも、ちょっと最近ちょこちょこやってるんですけど、やっぱりなんか私が思ってる以上にすごく楽しいっていう。で、そんなに楽しいんだと思って、うちの発表会ではいつもね、チェロの先生にお願いして、私がピアノを弾いて、なんちゃってピアノトリオをやって、こう合奏の楽しみをやってもらってたんですけど、去年ね、全員で鈴木の教本から合奏にしたんですよ。そしたらみんなそっちの方が楽しいって言って、で、なかなか結構関西もジュニアオケ結構たくさんあるんですけど、そうなそこの、へそうな入っんだ。てまでっていうのはやっぱ皆さんなかなかね、ハードルが高いけど、やああ。っぱり合奏って楽しいよねっていうので、ちょっと思そうだいついね。たと言いまこすの合か。奏は、プロの合奏の、を、あの、方と一緒に入って合そうです。奏。オーケストラのメンバーはちょっと弦楽オーケですけど、一応ファーストが4人、セカンドが4人、ビオラにチェロ1で、コンバスがちょっとお願いしようか悩んでるんですけど、まあまあバスもあった方がいいと思うので、絶対、絶対いた方が、抜群の安定感だそうもんなんね。ですよね。ちょっとやっぱり違いますから、ちょっと支えになんですけど、なるほど。じゃあ、割とね、私思ってたのはすごいハードルが高いソリストをオーディションかと思ったんですけど、割と発表会の延長でお申し込みできるそうですっていね。う、一応、まあ、その中から、お選びさせ、選ばせていただくことにはなると思うんですけれども。私がね、でも、ここでちょっとはしょっちゃってね、これご覧の皆さん驚いてほしいんだけど、まだ席が、残席があるそうだあります、あから。ります。だから、まちだら申ほしら込み聞く大んで丈すけど、これで受けたいとか、この曲で受けたいっていうのは、もう結構聞くんですけど、ただ、動画がないとダメなのかなみたいな感じの方が多くて、それで残席があるだけで、多分、まあでも、ザイツとかビバルディは受けたいって方がすごく多いですね。皆さん、早く申し込んで、こんなチャンスないよ。なかなかじゃあ、そうですね、ないこよ。れなんはか、思ったのが、YouTube とかで見るすごい天才みたいな感じじゃなくても、普通に弾いてれもう、ば、そう OK っていうよ。感じですか。
は、そうありがですたいでね。それですね、ね。経験できるってそうそうないこそうと、なんしでかすもすね。ごく、こう言っちゃなんだけど、お安いから、あ、そうなんです。だから、本当ちょっびっとくり、今。発表会価格で設定させてもらったので、ね、先生方どの、あれにも、れちょっもと、お安い。いえいえ、河合先生、いらっしゃ、東京はやっぱりちょっと高いと思うんですけれども、関西でも、まずね、そうね、ね。はい。まあまあ、ちょっと、ソリストの方はちょっとね、曲目によると発表会も高くなるかなって感じはしますけど、3万いかないそじうゃなんん。で2す、万はい。5000円って、私は前、自分の生徒で、これは、置けば全員プロだったんだけど、もっと下も。そうですもちろんもっと出すよ。ね。私も10一万回だ単位だけ、から。若い頃に一回だけ弾かせてもらった、バッハを弾かせてもらったことがあるんですけど、ものすごい高かったんです、やっぱり。2、30はいくよい。いや、もっね。と高かったですね。といったの。はい。で、じゃそれを、ドッペルだったので、二人で分け分けしあ。て、片手弱ぐらい行きました。はい。そうだったんだ。そうだったんだ。でも、はい。そう人なっ件ち費ゃうですもよの。ね。はい。人件費。安いよ。早くみんな申なしか込んなでってか思う。こだわったのはホールがね、やっぱ響きがすごくいいところなんです。まだできて数年なんですけど、私もソロで何回か弾いたことがあります。コンクールでもよく行くんですけど、本当にいいホールで。で、あとは指揮者の上田真樹夫先生、私の後輩なんですけど、バイオリニストなんですね、ああ、彼。じゃあ、すごい上手、安心ね。もうめちゃくちゃ上手なんですけど、指揮者としてもすごくもう今、活躍されてて、で、あと、とにかく子供さんの扱いがお上手。なので、大事私の大生事。徒も母校の障害のジュニアオケで今指導されてるんですけど、じゃあ私の大生丈徒夫。もお世話になってるんですけども、みんな上田先生大好き大好きで、そうね、堀江啓太君もまだ30ぐらいかな、お若いんですけど、関西フィルのアソシエイトコンサートマスターなさってて、彼もね、すっごい子供さんが好きで、いいですね。はい、コンクールでご一緒していただいてるんですけど、やっぱり、そのコメントが素晴らしいですね。その生徒さんへの好評が。やっぱり的確ですし、なんか愛が見えるというか、もうとにかくこのホールと指揮者とコンマスにはこだわったので、なかなそしか、たら、こんな方たちと共演できる安心。ところってないので、初めてでも安心です。はい、そう安なん心。でだす。はい。し、安いよ、皆さあん。りがとうございます。本当、早く申し込んで。本当、本は当。い。本当。もう、来、先ね、生今とも。回1回目ってことだけど、来年は絶対もっと競争率高くなってると思もうちょっと、だんだんやハーりドたルいがな高くとはなっ思て、うんですけど、狙い目かもしれないですそね。う、そうよ、熱も入るしね、1回目は。本当ですね。あとで、ね、なんか、インスタつながりの先生に伺ったのが、練習に行ってもそうですけど、指導してくださるっていうか、コーチのような存在の先生はいらっしゃいますかっていう、ご質問いただいたんですけど、一応、プロがね、いるので、ただやっぱり練習1回、本番1回なので、例えば、譜読み的な実技指導とか、そういうことがちょっといたしかねますというようなお返事をさせていただいたんですけど、基本的にはこのレベルに合った曲、その合奏の場合は、ご自身で譜読みができて、当日もそこでみんなで合わせられるよっていうのを選んでいただけたらいいかなと思うのと、あと、オーディションの曲目ですけど、ここに載ってるものじゃないとダメですかっていうご質問が結構多くて、ここから選んでいただいて送っていただけたらと思それはいます。そだから、うよね。はい、楽譜弾くの曲で用す意よとね。かもあるからね。今から撮ってもらわなくても、過去に撮ったものがあれば、それでも自信があるものだったら大丈夫ですし、はい。そうよ。曲目が増えたらね、楽そうで譜すでさえね。が大変だから、やっぱここからはい。選んでいただかないとね。じゃあ、初めてでもステージマナーとかは、そこで学べるっていう感じそうでですよすね、きっね。と。はい。あと、合奏はね、ちょっと立奏形式にさせてもらおうかなと。着席ではなくて。で、子供だったら、椅子の高さは合わないもんそうね。なんですよ。で、迷うのがプルトなんですけど、これはもう上手い下手ではちょっとオーディションはしない。もう合奏を申し込みのみでご参加いただけるので、席決めっていうのはちょっともう一応ですけれども、先着順というか、先に申し込んでいただいた方人からちょっとが前の方前に。から。
ただまあちょっと背うん。の順とかはある程度考慮しないと、ん。最後の方にね、おちびちゃんが申し込んでいただいて、うん。うん。お兄さんたちの後ろに隠れるっていうのはちょっとかわいそうなんで、そうよまあでも、ね。見えないよってなっちゃうもんね。まあ、うん。でもちょっそれとが。公平があんまならないように、こう、プロの人たちが前っていうんじゃなくて、もうあちこちに点在して引くことになると思うので、そうよね、そらそう嬉だ。しいですね、それは。ね、さペアすにがなって傘の方ね。は、2人、うちからも、教室からもね、お申し込みあ早速したんでりす。がとうございます。すいません。あの方たちかも、吹田の方、いらっしゃったかも。すごい、もう本当にありがたいですね、楽しい。うちもいえ、合奏いえ、大好全き然。なんで、少しで本当もですね、こういう機会があると。黒田先生のところもね、すごく合奏とか、熱心になさってるので、今回もね、そう、春休みもまたやるんですけれどもね、それでもまだまだ足りないって。本当ですか。ぜひ。でもいいなと思うのは、プロとペアを組んで弾けるでしょ、フルートで。それがいいよね。やっぱ子供同士でいいんだけど、やっぱりこうプロのパリッとした横で安心して弾けるっていそううでのすよと、ね。やっぱりそのうまいものって大変な言い方だけど、一緒に弾くとやっぱりレベルアップするもんね。そうですよそうですね。あとすそごのいと方思う。は、でも、なんかすごく上手なお子さんとかいらっしゃったら、やっぱりその大人が上手いのと違って、上手な子と弾くと、子供さんって結構上手になるの早くないですか？そうですね。同じぐらいの年代の上手なこと。そうですなんかね。刺激にもなるかなと、なでるなする。ね。本いや、当本に当。すごくいい企画よね。本当こに。ありは、いい企画。なかなんなかかこの、こういうのできない。始めようと思われたきっかけとかはありそうますそうだ。か？なんかね、生徒が、コンクールとか頑張ってる子たちが何人かいて、まあやっぱりその、なかなかその、一番上の賞を取れるって、まあないんですけど、やっぱり頑張ってる子たちにもちょっとこう、スポットライトが浴びれる場所があればなぁと思ってやろうと思っただけなんですけれども。すごい、素晴はい。らしい。すごい。本当にありがたいですすごい。ね。もう本当でもなかすなかね、なかなか日のな当たかなるか、ところに出るっていうのは難しいですもんね。ですね。もしね、ご視聴の皆様も、ご質問とかあればね、コメントいただければと思いそうまですす。ね。ぜひぜひ。これ、見に行く人は、有料なんですか？無料なんですか？一応ね、1枚1000円なんです、チケッそうトなん代が。だね。で、合奏の方もね、1枚だけ、チケットを買って、参加費用と別に1枚買っていただく。で、ソロの方は2枚負担していただくっていうことになるので、まあ、例えば初級合奏だったら8000プラス1000円の9000円と、になりますね。メヌエットとかだと2枚なので1万7000円になるんですけど、トータルで買うでもと。全然安いよ。安い。だいたいチケット20枚とかね、30そう枚でくらすいよですもんね。ね、普通。ここ、座席数はどのくらいなんでしたっけ？300ぐらいですかね。そうなんあ、だ。小中ホ規ール模なんだですね。ね。一応小ホールなんですけど、すごい天井も高くて、ものすごい残響が良くて。それはいいで、です。あと、ちょっとね、平日になるんですけど、その、合わせの日が、ソリストも合奏も、木曜日の夜6時からなんですけど、実はちょっとその、反響板立てたりとかっていう関係で、もうお昼からホールを借りてるんですね、1時から。で、ご希望の方、ちょっと抽選にはなるんですけど、時間は抽選になるんですけど、ちょっと割り振って、ソロの方は、そこでちょっと舞台練習していただく時間を取ろうかなと思ってるので、例えば最近結構あるのが、コンクールで動画のオーディションとか結構多いじゃあないりでますすか。ね。で、そういうのをちょっとそこで、ピアノもご用意しますので、す伴ご奏者の方に連れてきていただいたら、そこでちょっとさ、練習がてら撮影もしていただけるかなと思って、だからその時はその、まあ、言ったらこの本番の時の曲以外のもの別に弾いておられても別に、もうその時間使ってくださいなので、ちょっとソリストの方が何人ぐらいになるかがまだちょっと読めないので、時間の割り振りも今明確にはお答えできないんですけど、まあ、その手せっにか持っくてならっんしゃで。るところに書いてあるのよね。その手に持ってらっ書しゃいてるまとこす。に書いてありますもんね、ちっちゃく書いてますけど、この、モーはい、書いてます。モーツァルツァトルの下トに、です。
書いてます。なかなかこうホール借りてね、そういうそうなんビでデオす撮るっよ。それて、動も、画撮るのは大そう変でなすんでからすね。よ。で、それも時々うちの生徒さんとかは、ちっちゃいサロン借りて、動画撮ったりしてたんですけど、やっぱホールだと、だってね、収録しても音響がいいかなと思って、はい。他なんか、そうよあ、ね。本当で、と、すごく素晴らはい。しい。すいごいえいえ。よね。こういったね、OK 集めてね、インペクね、やるのね。そうな大んで変す。よね。あとはちょっと、なんか楽譜作りとか ああ、まあ、ボーイングはちょっともう決そめてきてるんですけうど、そう、楽譜製本作業とか、そういうのはちょっともうね、もうお金出してどっかに頼もうかなと思ってるんですけど、はい。大変だよ ね。そうなんでライブす。ラリアンもはね。い。そうだで、まあ、ね。OK のメンバーは、まあ、山内先生とか、まはい。あ、指揮者の上田先生とかが、とか、まあ、えっとコンね。バスの堀江先生が集めてられたあ、えっっていうと、感もう完全に私チョイスです。はい。ああ、そうなんではい。すあと、このね。中で、オケのメンバーに、アマチュアなんですけど、東大オケ出られた方が一人いらっしゃっああ、て、うまいすっからね、ごい東面大白のオくて、ケ。この間のビーフィル乗ってらしたんですよ。ベルリンフィルのアマチュアの、あれもすごい、あはい。れか。なんあれかもすごいイベントだったよね。はい。見もう、あたれ見なんかた。ね、聞くところによると余談ですけど、ちょっとでも指導してるみたいなこと書くと、アマチュアでももう跳ねられてたみたいですね。ああ、もうそうな完んだ全にアマチュアじね。ゃないと。だから私たちがアマチュアのふりして応募すると、ちょっとやっぱり すぐバレ る。ちダゃんメとなの調で、べはてるい、ね。ダメなので。そう、それも出られでもてて、ね。結構、幅広く音楽活動されてる方なので、その人もちょっと東京からわざわざ来てくださいます。はい。そうなんだ。はい。いいね。いや、素晴楽らししみいでです。す。楽しみなんです。で、まあ、い合や、奏も本本当当。にちっちゃいお子さんとたくさんできたらいいなと思って、ソロも合奏も、どんどん応募していただけたら嬉しいなと思っております。本当よ。はい。まだ残席があってってびっそうくりだなから、んで皆す。さん早だからく申しね、込んちでょっください。と、どのあたりまでね、応募が、私がよく聞くのはザイツ・ビバルティぐらいなので、まあ、よくてバッハぐらいかな。だから、モーツァルトとか、もし応募がなかったら、もしかしたら、ちょっと、バッハとかを何人かになるそうなかんもだ。わからないですし、まあ、コンサートっていうより、子供さんのためのコンサートなので、なんか同じ曲が重複しても退屈とかっていうよりは、まあ、もう発表会の延長みたいな感覚なので、重複してもいいかなとは思うんですけど、5あ月と、例え18ば、か。でで、も、東京い、え、大阪以外で東京の人とか、名はい。古屋の人とかもね、参加しようと思えばできるでしょ、土十曜日本番。分遠いまあ、です木ね。曜日はちょっと 学校休んで遠こなきゃいけないけど。いですけど、ぜひ、いや、でもぜ新ひ。幹線乗ったらすぐだもんね。あとね、なんかそのドッペル、バッハのドッペルとかも、まあ、お友達とかご兄弟で応募していただいてもいいけど、もし一人の場合は、オケのメンバーが、セカンドかファーストかどっちか弾いすたりごしますい。ので、それも贅バッハ沢はでな。も、リストにないよね。バッハのドッペルはリストにある。あ、2つのバイオリンのためにあった、ありましごた、あめん、りました。今は見い。つけた。あっはい。た。そうですね。あ1と、あ楽れ章であるいすは3ね。楽章ね。はい。あとね、ちょっとややこしい書き方なんですけど、ビバルディの、4つのバイオリンのためのコンチェルトも、一応ね、上級合奏、まあ、こんなん来るかな、わかんないけど、上級合奏に選んあ、でる、本当これだ。のソリストも募集してるので、4人ですけ今ど、言われて気がつそういた4つのバリのですたよめのドッね。ペル。ちょっと言ね、われて気がついた。書き方がちょっとあれかなと思って、だからソリストも4人までこっちは、す通ごりますので、い。もしいすらっごしいゃっですて、ね。すごはいい。ね。でもこれ、中学生はい。まででしたっけ？中学3そう年なん生でます。でです一よ応ね。中学3年生までなんです。はい。未だ就園から、学児はまあ、下は何歳からでも何歳大丈夫。でも大丈夫です。はい。いや、なんで中3までにしたかというと、高校生だともう恐ろしく上手な、合わせは翌日1回、コ翌メントで。日、はい、16日の、木曜日と当日のゲネですね、だけになります。合わせ当は。日はい。も一応合わせ練習、ありゲまネす。があって。1時から合わせ練習が。ちょっ合わとせその順番練は、習って言ってもゲネプロだから一回そう通でしすて終わね、りよもうね。さーっと終わりですね。はい。そんなにあ、ビ頑張っバてルいディくでと。すって書いてあるね。ビバルぜディ。ひ、
ごぜ質ひ問いぜただひ。きました。ありがとうございます。はい、ぜひ、そんな感じ参で加さす。れね。はそう、い、で申すし込ね。むなら早くしてくはだい。さいね。だこんから、なよ機くコ会ンはないクわールもよ。あるね、アーモールもあるんですけど、4つのバイオリンの方がソリストも募集してます。選ばれはやい。すいかもしれないですね、このかと。もしれないですね、4人いるので。ドッペルコンチェルトとかもどれぐらいちょっと応募があるのか謎ですが、うちの生徒までこの日土曜日しかホールが取れなく抽選なんで、で、相愛のオケがあるので、めちゃくちゃ悔しがってました。もう、出たい出た今いって。練習してる生徒さんいはい。るけど、ちょっと聞いてみます。ぜひぜひ先生、応募してくださったら。大事なのはコンクールで賞を取ってるような子じゃなくてもはいいい、のよってこと。はい、そうです、そうです、そうです。趣味で楽しくやってる子でも OK なんですはい。よっはていい。それはすごくありがたいです。そうです。そう、だから、やっぱり、例えば、ちょっと、ザイツとか、バッハとかも、もちろん上手な子もピックアップしないと、ね、あれですけど、そうじゃないお子さんも選ばれるような可能性もあるかなと思いますので、はい。やっぱビすバルごディ、そうですね。ピアノ伴奏より全然ね、違いい。いますや、よね、やっ全ぱり。然違う。もうなんもうか、ね、バロックっていう生き感てじるっで。て感じがするよそうね。なんですよ。ね、バロックのすごい情熱的なところって私すごい好きなんですけど、ピアノとは全然違いますもん全然ね。違いますよね、バッハも。4つのバイオリンも、はい、全部1回、当日と前々日ですね、1回になりますね。はい。じゃあ、その1回でちゃんとね、合わそうせでらすれるっね。ていうのが前提ですよね。だからちょっとそりゃね、そう4だ。つのバイオリンの方のソロは意外と結構難しいかなと思うんですね。ソロで弾くっていうのは。ね、そうかもしれない。ちょっとバイオリンの、伴奏の先生と練習たくさん見てると。それだっありがたとうごら、ざいやっまぱす。り、ありがとうござドッいまペルす。はやっぱり教材に載ってそうるですよ有名だから、そっちのね。方が安心よね。そうでやすり慣れね。てるだろうし、先生も指導が慣れてるから。バッハのドッペル同行した方がいいよね。そうですね。はい。いや、楽しみで。わ、楽もうこんしなみ時間だ。だ。こんあっなといにいうろ間いろで弾いてす。たら。すごい企他に画大だ丈夫でわ。す。ねえ。いや、またね、他にご質問あったら、またつぼみ音楽教室の DM にぜひ、お願いします。直接、ダイレクトメッセージください。ねえ、じゃあ、あっという間にお時間なんはい、ですけれどもね。では、山之内優子先生のね、教室、まだ今、生徒さん募集されてますか？募集させていただいてます。今日ね、インスタ見ましたって言ったら体験料の割引があるそうなんでね。2世のところが1000円にさせていただきますので、だいたい時間はその人のそのレベルにもよるんですけど、30分から1時間ぐらい。30分ってなかなかね、終わることないんですけど、お話ししたりしてると1時間ぐらいにはなりますね。ぜひまた DM にメッセージください。お願いあしりがとうまございす。ます。では、河合先生は4月からね、先ほど、10期の、講座が始まるということで、河合先生から今日のね、また、プレゼントが音楽史と楽器の歴史の年表ですか？年表インス差タし上見まげしまた。す。このライブ見ましたってことで、インスタの DM に直接、欲しいって言っていただければ送りますので。音楽史と、ね、楽器の歴史です。ね、いや、ありがとうございます。で、私、最後に、私はですね、4月から、バイオリン始めましてっていうね、導入者の方からの、オンライン e ラーニング講座っていうのをリリースすすることにごなりまして、い。とうとうやりましたね。ありがとうございます。なんと、一応3ヶ月で G 線上のアリアをね、す弾けるごい。ようになることを目指すっていう素晴らしいです。e-learning なんですけれどもね、オンラインレッスンもね、30分2回ついてて、あと7回のフィードバック、動画提出でフィードバックっていうのもついてるっていうすごのい。が、一応6万8千円だったかなっていうのが、で、受けられるっていう、初めての方でも弾けるようになるというね。で、こちらのね、そのうちこのソリストを目指しましょうっていうね、なんそうですでけれすども、ね。一先応、ほど今日見のていただ方いから、た、ありがとうございます。私もソリストに選んでいただけるように頑張ります。琴沢ぜ先生ひ、さん、ありがとうごぜざいひ、ます。
一つ忘れてました。ですね、ご希望の方、ソリストに選ばれた方は、いや、ソロだけでいいわっていう方は、もちろんソロだけでいいんですけど、合奏も弾きたいわって方は、ソリストの方は無料で合奏に参加していただけるっていうのを言うの忘れてました。はい。合奏もいいあ、じね、ゃあ合両奏方もでなんきかるでんきでるすのね。で、いや、なるもう、ほど、なる選ほど。ばれた方は、私、いや、もうソロだけでいいですって方は、もうもちろんソロだけでいいです。金額は変わりませんので、ソロも合奏もって方は、はい、ぜひ、素晴ら選しい。ばれたあと方一も。つ、そあ、うだ、えっ忘と、れてえっまてし書た。いてらっしゃる。はい。参加できますよ。はい、参加すしてください。ごいですね。で、はい。あ、すみません。一つ、動画とかは、当番撮ったりとかはできるんですか、こちら。本番中は、動画撮影はちょっと本番中やめておはダこメ、禁うか止。なと、はい、思います。やっぱりどうしてもポーンっていう音とかね、iPhone とかだとしちゃったりするので、業者さんとか入られるってことはない。それもビデオ撮ちょっと悩んでるんですけど、影。もしね、アーカイブかなんかあった方がいいかなと思うから、もしかしたらちょっとお願いするかもわからないです。まあ、何かあったあ、方が絶綺麗対あっになたり方まがすいい。ので、はい。絶対あっじたゃあ、方がいい検と討思しまう。す。はい。検討ぜひしぜまひ。す。ははい、い。お願いします。はい。で、そうですね。私、さっきの続き、e ラーニング講座受講料、見ていただいた方は10%オフとさせていただきますので、DM、LINE からメッセージください。はい。ということで、今日もあっという間にね、はい、あ、はい。忘れちゃいましたね。ありがとうございました。はい、ありがことうれ、ごこざいのました。動画を見てる方はもう悩んでる暇はないですよ。すぐ申し込んだ方がいいと思いますよ。動画あり撮がっとうごてざい送まりす。ましょね。う。ね、そう、本当楽しみです。5月18日ね。またぜひ、はい。皆様、応募お願いします。お願ご応いし募おたせ待ちくしだてさまいす。ね。こんな機会はめったないからい。ね。本当、ない。やったほう貴がい重い。な機会ね。はい。あじゃありがと今うご日はざ本い当まありしがとうごた。ざいました。ありがとうございまはしい。た。で、次回はですね、4月14日ですかね。日曜日、8時から藤松純子先生を次はお迎えします。はい。はい。では、今日もありがとうございましありがた。とうございました。たくさんの方は見ていただいてありがとうございい。あまりしがとうごた。ざいます。失礼しはます。さい。よな失礼ら。しさよます。なら。